東京・目黒区で恒例のさんま祭りが開かれ抽選などで選ばれた区民が秋の味覚に舌鼓を打ちました。香ばしい香りの中新鮮なサンマを求めたくさんの家族連れでにぎわっています。目黒のサンマ祭りは今年で26回目を迎えます。宮城県気仙沼市で水揚げされたサンマ2000匹が用意され1万5000人ほどの応募者から抽選で選ばれた目黒区民が美味しそうに焼かれたサンマを堪能しました。とっても美味しいです。初めてのサンマ美味しかった。例年5000匹から7000匹のサンマが用意されていましたがここ数年は不漁で今年は2000匹になりました。